わー、こんばんは。なんかよいしょよいしょ、落ちた。こんばんは。あー、ありがとうございました。よいしょ。ループ？え、ループしてる？タイムリープ、タイムリープしてる。こんばんは。両しゃっくりが出そうになる。ありがとうございました。タイムリップ、あー、ありがとう。お手紙ありがとうございます。口紅ありがとうございます。あー、お花ありがとう。こんばんは。あ、ありがとう。あー、リップありがとうございます。こんばんは。柏崎風のジーン、ありがとうございました。いかがでしたか。さっきメール送ったんですけど、なんかちょっとギリギリな時間なので、届いたら教えてほしいです。お願い。わあ、本当にもうあっという間の30分で、すごい楽しかったです。皆さん応援してくださって、コールとかね、あとグッズとか用意してくださったり、本当にありがとうございました。はい、なんかもう帽子が元気すぎて大変だったんですけど、もうすっごい楽しかったです。ありがとうございます。あ、そう、ちょっと知らない方にお話しすると、なんか今日7曲披露させていただいたんですけれども、最初の1曲でなんかもう帽子がゆらゆらしてきて、あ、そう、今日衣装の上に帽子をかぶってたんですよ。で、なんかもう最初の1曲でもう帽子がゆらゆらしてて、あ、もうこれは終わったって思ってたんですけど、なんかその帽子に合わせてパフォーマンスをするのはもったいないなって、帽子が私に合わせてよって思って、あの、普通にパフォーマンスをしていたらもう帽子が取れちゃったんです。それでちょっと、はい、なんか変な目立ち方をしてしまったのですが、途中で付け直して、でもまた取れてしまって、もうつけるのを諦めて、また、はい、踊り出しました。そうなんです。先輩が先輩ありがとうございます。待って、リアルさん、ごめんなさい、ありがとうございます。音響は止めてないです。唇ありがとうございます。すごい楽しかった。で、7曲のセットリストはマックス時315号、何かがいる、
さあいや別に MCE で、世界はどこまで青空なのか、自然渋滞、緑と森の運動公園、心に太陽っていうね、この7曲立てだったんですけれども、なんと緑と森の運動公園でセンターをさせていただきました。嬉しかったお花ありがとうございます。お手紙ありがとうございます。緑と森の運動公演は披露させていただくこと自体公演でやってないのですごい久しぶりで、しかもまさかこんな何6年目7年目にして初めて、ね、そのセンターのポジションをさせていただけると思わなくて、もう本当に NGT にとっても昔から愛される大切な楽曲なので任せていただけてすごい嬉しかったですし、なんか公演で劇場公演でやってない分、ここでしかこのせいあのなんて言うんですか、ここでしか見られないっていうあのすごさ特別感がはいすごいあったので、とってもそこに立てて嬉しかったです。特別感が、ハートありがとう。あ、そうフレッシュと言いたかったです。フレッシュでした、目に焼き付けた、ありがとう。メンバー構成も12人で、はい、いつもよりもちょっと多いので、フォーメーションとかもね、同じ楽曲とかでもね、思い出のと同じ楽曲とかでもちょっと違ったりして、歌割りとか構成がねレアなものになってました。なんか私フェスでこうやってセンターをさせていただけるのが本当に今パッて思い出せるほどしかまだなくって、だからなんかこう毎回のフェスでなんかそういうポジションは期待していなかったんですけれども、なんか今回そういう順番というかチャンスをいただけて、よし頑張ろうって思ってご飯の皆さんに楽しんでいただけるようなパフォーマンスがしたいって思って、そういうの考えながら踊ってました。そうなんです、すっごい貴重なんですよ。なのではい、見てくださった方はラッキーだし、なんかもう本当にもうコールが大きくて大きくて、なんかドームあの 会場がドームになっていたのもあって、大きい声がいっぱい響いて、でなんか本番はちょっと私なんか珍しく緊張してて、フェスはあんまり緊張しないんですけれども、今回緊張していて、でこう自分の歌わりの時ってなんかこうあんまりコール誰のコールか分かんないんですよ私、緊張してると。なんか自分が歌ってない時はすごい聞こえるんですけど、歌ってる時はもう何が何だか分かんなくて、でその公演じゃない、フェスが終わってから帰り道にマネージャーさんが撮影してくださった動画を見たら、すごい「帰り!」って言ってくださってるのがもうはっきり聞こえて、今度はあもうすごい嬉しいなって思いました。そうなんか多分今回緊張したのは、まあほとんどね全部初めてのポジションだったのと。緑と森の運動公園で初めてセンターを立たせさせていただけたからなのかな、初めてのポジションが本当に他の楽曲も多くて、初めてのっていうかもう公演でやってないポジションっていうことかな、なので、はい、本番前まではすごい力んでました
よいしょ。うんうん、あ、そうなんです。7曲全部センターがね違うっていう、はい、感じなんですけど、大茶漬けとサバ、あ、みんなのツイッター見ましたね。みんな私たちがおすすめしたやつ食べてくれてありがとう。見に行けてよかった、ありがとうございます。あ、確かにマスクなしだったもんね。そうだねそうだね。来月お見送り、あ、ありがとう、お待ちしてます。サバさんと大茶漬けと、あ、ありがとうございます。私たちもね帰りに大茶漬け食べました。サバサンド美味しいよね。レモンが効いててサバもサクサクで美味しいですよね。なんかもうプチ旅行、プチ旅みたいなした気持ちになって、すごいなんか充実した土曜日だったなって思いました。唇ありがとうございます。時出さん来てありがとう。え、メール届きましたか？届かないかな。うん、なんか同じ新潟県だけど市外遠いので、なんか旅した気分楽しかった、ライブ楽しかった、ありがとう。あれ、メール来てない？あ、そうだ、修学旅行だ、そう、よいしょ。よいしょ。え、やばい、メールが届かないピエン、ピエン、メールって送ってるの送ってます。コンタクト取ろっかな、今日は手で取ろっかな。あ、取れないわ取れない。あ、チャットやってる、ちょっと待って、綿棒持ってくる。取れないこれやっぱり、よいしょ。お待たせ。今日のねお洋服はお気に入りです。かわいいでしょう。なんか小栗有以さんがモデルをされてるダズリンっていうところなんですけど、なんかミウも買おうとしてたって言ってた。あ、エンジン、エンジン聞こえた。その服かわいい。え、本当に見て、ウエストもキュッてなっててかわいい。え、これです、私が自分でインターネットで買ったの頑張った、これです。これの他にもねまた別でも買ったんだけど、服かわいい。エンジン聞こえた、かわいい。インターネットで頑張ったなんか新潟にないの、東京とかはお店あると思ういっぱい、でも新潟にないから直越に泊まってる。陽キャの服いや、それ陽キャで思い出したんですけど、なんかなんかレイナさんのなんかスケボーやっているお友達みたいな、まあ、お友達なのか知り合いなのかの方が、なんか私となんか昔学校が同じで、なんか一個下だったらしいんですよ。でレイナさんが、え、カイリってどんな子だったって言ったら、え、佐藤カイリ陰キャだよって言ったらしいなんかでも私一つ下に友達一人もいないんですよ。
まあ、高校って言われたんですけど、高校で一つ下と一回も話したこともない。なのになんかね、私陰キャって言われて、もう全然いいです。私いや陽キャはちょっとやっぱり苦手だよね。うん、耐えた。あ、取れた。あ、すっきり。すっきりしました。裸眼。すっぴん。かわいい、ありがとう。いい。うん。そう、綿棒をなんかこう折ってこうやってる。でもこの爪は取れないよ。そう、服もかわちいから、今日じゃーん。本当はね、なんか春とかにおしゃべり会があったらこれ着ようって思って買ったんだけど、なかったからこの前のゲームの時に着て今着てる。うん、器用、ありがとう。私はもう器用じゃないけど、本当に不器用。お花ありがとうございます。なんかでもさ、器用か器用じゃないかってさ、性格だよね。性格の話ですよね。なんか別にさ、手先の筋力の問題とか、なんか手の形とかそういう問題じゃなくて性格だと思う。なんか落ち着いて集中できるかそうじゃないかみたいな私は器用ではありません。なんか自分が器用じゃないな、手先があれだなって思ったきっかけは、なんか小学校の文化祭で、まあ、工作したんですよ。なんかそれが文化祭当日の当日の展示中になんかゴロゴロゴロって言って崩れ落ちたこと。あ、それでその崩れ落ちる私の工作を自分で見て、あ、私はセンスないなってなんか木でノコギリで切ったり、何なんていうの、こうトンカチで叩いたりして、なんか自分でなんだろう、なんか大工さんみたいな感じで物を作ろうっていうやつだったんですけど文化祭当日の展示中にそれが崩れて、はい、あ、私は不器用だって、爪が甘かったんだなって思いました。もうそこからだね、もう自分の先入観でも不器用だとね、ちょっと不器用って名乗ってる。あ、そう、スクラップ&スクラスクラップ&ビルド。やばいよね、展示中に壊れるだなんて。はい、そんなこともありました。あとなんかさ、こうネイルしてるとなんかあんまり器用なことできない。ちょっと爪がほんのちょっと長いからさ、なんかちょっと手先は劣ります。うん、不器用、不器用太陽、また君のそばで照らしてる。書き物もそう、提出物ね、契約書とか不器用。ただいま。ネイルしてる女の子はみんな、あ、なんか専用のこういうの売ってたりしますけどね。みんなどうしてるんだろう
なんかまあじゃあ言い訳一個言っていいですか。あの私あのこの眼球があまり前に出てないんですよ。眼球が後ろ目なんですよ。だからなんかこうなんか掴みづらいっていうか、なんか人って2種類目の出方があって、眼球に2種類あって奥目と出目っていうのがあるんですね。まあ、出目っていうのはその眼球が結構前の方に出てて、光もあの目に入りやすくて目の水分量が多かったり、まあ、キュルキュル見える、カラコンとかしてなくても。多分そういう方は結構あの目が前に出てる分こうコンタクトとかね取りやすかったりすると思うんですけど、私はその真逆で奥目っていうタイプなんですよね。だから本当に目がこうまぶたとかまつげの目が眼球がすごい奥にあって届かないの。ピャンなんか私がデメだなって思うのはマリナさん。マリナさんは本当にデメです。羨ましい。デメの美人かわいい。奥目でもデメでもね両方ね可愛い方いらっしゃる。視力はね多分関係ないと思います。まあこれは遺伝ですかね。私の父も母も、まあ特に母がすごい奥目で、まあお父さんはまあ普通、まあどっちだ、どっちかと言ったら奥目ぐらいなんですけれども、マリナさんがすごいデメ、橋本環奈さんとかもデメって言われてます。だから私は本当にほらデメでしょ。私は綿棒を使い続けなければいけない。本当だ本当ありがとう。時鉄イベント申し込んで、ありがとう。そう目の出っ張りがね、でもどっちでもいいです、はい、どっちにもねあのメリットデメリットあって、まあデメのメリットだと光が入りやすいってさっき言ったじゃないですか、まあ、だから目がなんかキュルキュル輝いてそう可愛く見える。で奥目はですねあのゴミが目に入りにくいっていうメリットがあります。眼球よりもまつげが常に前に出てるので、なんかまあそこでゴミが中に入りにくいって言われてます。まあ、全然私入る時は入るけど、そうらしいです。なんかあと結構ユーモアなお顔になるって書いてあった。うん。あとなんかメイクがあんまり濃く見えない。どんだけ彩っても奥目の方がデメよりも派手にならないらしいです。うん、確かに私は常にメイクがシンプルだって言われてる、うん、すごいこういうの私詳しくなっちゃった眼球全然ゴミ、そう入るときは入るけど出目よりは入らないらしいですね。うん、全然診断しますよあと奥目は二重幅があのあんま広がりにくいんですよねほら始まりが狭めです。まああと骨格とかパーソナルカラーとか自分に似合う色とかそういうのもね NGT 入ってから気にするようになって、まあでも流行りもあるか時代のね、詳しくなりました。診断してほしい方ぜひ。でも男性のパーソナルカラーとか私診断しようと思ったこと一回もなくて一回もないんですけれども、はい、ファンの皆さんが知りたいっていうことなら頑張ります。
メンバーのとか女の子のは結構すぐ分かるんですけど、あ、痩せてるとかはあんまり関係ないですね。なんか目はあんまり関係ないから、多分そうだね、男女でまた違うね、骨格とかは診断しますね。大宮のイベント楽しみ、あ、もう来週なんだ、早いね、楽しみにしてます。まだメール来ないの私の、心配、止まっちゃったかな、なんか変なこと書いたかな私。あんまりなんか変っていうか、あんま際どいこと書いてないけど、まあ、ちょっと怪しいかなって思ったけど、いや怪しくない、なんでだ、鉄パクのチケット、ありがとう、ありがとうございます、ハートありがとう。なんでよー、メールお願い、後で精査してみます。チャットはね届いてる、写真たくさん送りました。お疲れさんでした、お疲れ様でした、唇ありがとうございます。誤字しちゃったかも、それか誤字っちゃったか、全然ある。届いたら教えてください。こんばんは。あとね、今日はねじゃーん、私の好きなキャラクターのズボン買った。かわいい、なんか今日発売だったんですよ、そのこういうコラボのお洋服とかポーチとかヘアバンドとかストラップとかが。なのに今日行ってもうお洋服以外全部完売してて、新潟店ふぃーって、いや本当になんでって、私当日にいたのに、何私以上にこのキャラクターの TO が新潟にいるんって思ってね、調べたんです。そしたらね、メルカリにあったの、今日発売のやつなのに。でも本当に許せないって思って、もう売るなら買わないでって悲しくなりました。はい、悲しいです。でもこれはみんなにもさ通ずる、みんながこうさ、なんか推しメンのさ、それこそ私のボールあのボールとかがさ欲しいなって思っててもさ、他の方に渡ってその方が発売してたらムムムムってなるじゃないですか。だからみんなの気持ちが分かりました。あ、みんなは売らないって分かるんだけど、なんかそのどうしても自分が欲しかったやつがなんかそうやってさ転売生産ムーってなるねって思いました。気持ちが分かった、私もそれでね悲しかった。唇ありがとうございます。ダメだよね、唇ありがとうございます。ボルはね、なんかいつまでやるかわかんないけど、ぜひ私が投げる日にみんな入ってほしいな。そろそろでも投げれるかも、そろそろ投げるかも。お疲れ
様です、ありがとう。そう、当日決めますね。なんか今日投げる人はーいみたいな感じ。なんか特に難しい決め方はしてません。うん、公園に、あ、明日公園行くね。あー、ありがとう。そうだ、明日は2公演あります。よろしくお願いします。今月はあと29日平日に、また夜は当日券失敗でした。あ、そうだ、そう、夜はスイスイの生誕祭、私後輩の生誕祭初めてなような、初めてじゃないような、初めてなような気がする。楽しみます。お昼だけよろしくね。よろしく、ありがとう。夜こっそり行く、ありがとう。夜行く、ありがとう。そう、なんかまあ、うん、立候補みたいなものですね。だいたいみんなが同じ回数になるようにするみたいな感じ。あ、私まだ2回目です、1回目ですってなったらその子投げるとか、あ、なんかあんまり近々公園出ませんとかだったら優先されるっていう感じですかね。作戦は大成功、誕生日覚えてたの。そうだよね、初めてかな私、後輩ちゃんの。あ、お手紙ありがとう。ザクチン、初めてだ。そう、回数は、あ、チェックっていうか自分で申告してる。私は今まで確か2回だよな、多分、多分ね。あれ2回だっけ、2回か、うん、うちは持ってきます、見つけてもらえ、見つけてもらえる。軽いバッハ。誕生日覚えてたのさ、この大勢の友達が歌ってる、昨日の頬に涙。え、そう、今日の洋服お気に入りです、唇ありがとうございます。え、本当にこの色味も可愛いし、なんかここ袖にボリュームがあるのもいいし、なんかこれでなんかここら辺がすっきりして見えるし、ウエストもキュッてなってるし、この色合いも私ブルベ夏にすごいぴったり合うし、最高です、お気に入り。自分でインターネットで苦戦しただけあった。赤のサイリウム振ったら気づきますと思う。明日はかえりちゃんをしよう。そう、本当に。そうだったら嬉しい、うん、そうなの。あ、髪型も。なんかでも髪の毛はもうちょっと暗い方が私は似合うんじゃないかなって最近 DMM 見てて思う。衣装にはやっぱり私はなんだけど、暗い方が似合うのかな。まあ金髪とか、ヒノとねカホが今金髪担当やってくれてるけど、ああいう明るい色もやってみたいって思ってたけど、なんか私には似合わなさそう。2人似合うのすごい羨ましい、こういう、ね、後ろだったけど、めっちゃ、え、なんかそう、なんかみんなさ、ツイッター見たら後ろだみたいなガーンって言ってた方とかいらっしゃったんですけど、ステージちょっと高くなってるから私たちからはもうちゃんと見えてて、うん、楽しかった。昼公演楽しもう。そうなの、まあでも髪もいつか切れたらいいなって思う。ハートありがとう。
インクそんな感じですかね。こんくらいに切りたい。こう、あ、なんかすごい昔の人みたいな。こんぐらいあ、こんぐらい。いやでも似合わないかな。ロングの方が似合うかな。かわいい、ありがとう。まあいつかいつか。よく見せて。はい、じゃじゃじゃーん。ギフトありがとうございます。ああ、そうですね、加入した時くらい。え、かわいい、嬉しい。ゆっくん本当におすすめ、女の子におすすめです。ありがとう。あー、なんかすごい柏崎の陣達成って感じ今達成感っていう感じ。ワンピースネットで、そう、ネットでね、なんか私あのインターネットでお買い物したことがこう今まで23年間一度もなくって、自分ではで、なんか私まだクレジットとか持ってないから、もう本当に試行錯誤して代引きとかやってみたりして、はい、これ頑張って手に入れました。記念すべき1着目で、なんかまあこれ変えて味を占めてもう1着買った、同じところで別でね。今からネットを使うそう、あ、そう、これあのもう一個のクライアンピースがお父さんの職場に送ったやつそうです、無事に職場に届きました。素敵やん、ありがとう。うん、そうだよ、よいしょ。あ、でもそれはちゃんとあの何、代引きじゃなくてコンビニ振り込みにした、セーフ。さすがにね、さすがの、さすがにねなんか熱い、充電器が熱い。妹ちゃんも着る、これはね貸したことないです、まだ。もう私がもうちょっと着たら貸してあげる。でももう長袖は終わりじゃないかな、半袖の時期が来る。あと今ネットでねまたお買い物した。今日カエリちゃんが米山行こうって言った。違う違うえ、なんかね、そう、みんなで、いや、なんか、あ、本当は屋台行きたかったんですよ今日。でも屋台閉まっちゃってて、終わった頃に私たちが。でもうせっかく柏崎みんなで来たから、なんか思い出作りたいねって、なんかサービスエリア寄ってもらおうよって言ってて、道の駅とかでなんか食べたいって話してて、でなんかひなが石さんにあの道の駅とかサービスエリア寄ってほしいです、せっかくなんでって言っていう話が出てるんですけどって言って、そしたら石さんが、え、それ誰が言ってんのって言ったら、カイリですって言って、お、私なんか私が一人で言ってるみたいになったんですけど、なんかまあそれが叶って、みんなでサービスエリア行きました。サービスエリアの手前で、ねえ、僕、私が言った全然いいんですけどね、寄りました。
なんかちょうど私 SNS に載せたサバサンド食べたところが、あのその米山サービスエリアだったので、私行ったことあるよって心でマウント取ってました。柏崎マウント取ってました。カーリちゃんの声、はい。そうそう、カイリのペンライト振る、ありがとう。この洋服僕らは見れないのか。あー、だって7月でこの長袖は暑いよね。うん、そう、みんなで鯛茶漬け食べた。そうなの、なんか閉店30分前に十何人の大所帯で行くっていう。あ、そう、それでユハがいなかったのは、そう、別でお帰りになったのでね、いなかったの、取り忘れたわけじゃない。そうだよ、ギリギリだった。うん、そう、ニキドラさんね、まあ、はるかは今日お休みだ、 お休みというかね、今日はあれだったんだけど、5人で同じテーブルで食べた。もう少なくなったね私たちって言いながら食べてたんだけど、なんかもう本当に今日のお話とかもう話せばもうキリがなくて、私たちはなんか3期生とかはもう本当に静かに黙食みたいな感じでご飯おとなしく食べてるんだけど、うん、なんか私たちの机はすごかった。うん、またね、皆さんぜひ柏崎にね、行く機会があったら食べて食べてね。ハートと唇ありがとうございます。あ、ありがとう、飲み物ありがとうございます。うん、ほんと3期生って静かっていうか大人っぽいなって思いますね。なんでなんだろう、うん、大人っぽい。明日も会えるの嬉しい、唇ありがとうございます。家着いた、おかえり。ポキちゃんもえ静かって、なんかわかんない、みんなね、こうき、なんだろう、そう、空気読んでるのかな。そのなんていうの、静かになる。お花ありがとうございます。あ、後輩だからか。あ、そっか。じゃあ3期生ももっと先輩になったらなんか元気よくご飯を食べれるのかな。全然私たちには気は使わなくていい。いいのにね。うん、はい、ということで、すごい楽しかった、もう満喫した、なんか旅みたいな、旅行みたいな、修学旅行みたいな一日でした。皆さん応援してくださりありがとうございました。でこれからも夏はまだまだ続くので、はい、一緒に楽しみましょう。50分すごい、待って、私が今もうなんとなく閉めたんですけど、すごいいい時間になってた。旅行お疲れ様。ありがとう。暑かったです、日焼けしなかった。え、聞いてください、私が日焼け止め持ってったんですよ、高級な日焼け止め。そしたら、え、なんかもう日のがね、なんかこの日焼け止めのなんかぬるぬるがなんとかこうとかって言ってね、使って貸したんだけどね、なんか文句言ってた。はい、 LGT と過ごす夏よろしくお願いします。ではランキングをお読みします。
コロコロさん、デコプニさん、スキャットさん、白いアルパカさん、ヒロナさん、すぐさん、ニスタムさん、サシハラブさん、こんちゃんさん、マサさん、ブンセイさん、ティダカンカンさん、そして1位がタカシさん、ありがとうございます。ねえ、あのごめんって言って、私が何唇タワー、ありがとう、ナメチありがとう、あ、コップもありがとうございます。ナメチーさんね、間違えてない、大丈夫かな。ナメチーさんってミュウのファンの方だったような、ミュウちゃんにメロメロって書いてある、間違えてないかな、ありがとう。ありがとう。